やっていこうな。Negi yung harsinta. Zekunz kapla. この野営を束ねる僧に会えと言われたが、八郎が持っておった地図を読めるのだろうか。恐れながら数が足りませんね。さあどうぞ。目的をご遠慮なくご覧ください。酒井様、お達者でいらしたか。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは？食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地？全てお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。何か分かったか。貞男はかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、
迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。タダオはなぜ裏切りを？私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておった。クタで米が足りないゆえんでしょうか？証明はできぬ。証明はできぬ。村はひどいありさまであった。奴は何かを隠しておるのだ。悪人は隠し事がうまいもの。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。サダオ、首を洗って待っておる。何の音だ？侍だ。気を抜くな。あいつか。調べる。せろ。妻も弟も殺しやがって。己のせいで死んだのだ。館で死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。殺したのですか？雅子殿。やつは私の慕う者を全て殺した。だがなぜだ？くだらぬ復讐のためだとでも言うのか？菰田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのは、それがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる？守るべき民がおるからです。そして討つべき仇も。サダオが死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。
ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者も見つけましょう。その前に叔父上を助けねば。では金田の村で待っておるぞ。ユナに話を聞いてみねば。クロードたちの伝承をご存知でしょうか。俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂は広まってるよ、クロードの。お主が言い始めたデタラメではないか。クロードの力を信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とクロードさ。叔父上が自由になれば、皆おとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとする。が。志村様を助けるのに手を貸してくれる人は見つかった？まあな。
石川先生と足立雅子殿が生きておいでだ。お二人とも人を追っていらっしゃるが、ご助力くださる。年寄りの弓取りとヤモメの武士、それで足りるの？菅笠衆にも会いに行った。頭は古い馴染みであったぞ。じゃあ人手は十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。誰か手を貸してくれ。任せな。バカに会って、話は後で。酒井様、打ち終わりました。お待たせしてすみません。縄の先に鉄の鍵を仕込みました。壁登りや谷渡りに役立つかと。丈夫なのか？手前で試しました。オオサメを鍵縄です。良いものだな、借りができた。いえ、とんでもない。俺は姉さんと家と鉄だけで満足なので。痛み入るぞ。ジン、どこにいる？龍蔵。ジン、出てこいよ。誰か武士を見てねえか。ここにいるんだろ。四方を探し回ったんだぞ。仲間が猛虎に捕まっちまった。叔父上への救出が難しくなるな。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。叔父後も囚われのままだぞ。場所は八立砦の近くだ。よし、分かった。策を考えてみよう。手下は砦の近くだと言ったな。どこかわかるか？ああ、実は砦の中の檻だ。砦は崖の上。いかにして助けるつもりだ？戦える奴はまだ残ってる。近くの四辻で待たせてんだ。足りると良いがな。行くぞ。手下はなぜ捕まった？あの地図覚えてるか？補給路が記されておったな。飯はあったか？ああ、万兵付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる？昨夜あいつら歌ってたんだよ。うん、猛虎が歌を許したとは意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ？好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ、それがどうかしたのか？覚えてるか？武家の連中が刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で撃ってきて腕が折れかけたぞ。加減すれば誰もが気づいただろう。だからって本気で撃つか？負けるわけにはいかなかった。俺ごときにってことか？そうは言っておらん。生まれのいいお前と違って俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって？嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった？なんでだろうな。お前、お松でクロードと呼ばれてたぞ。酒井様より出世したな。どうした、お前より名が知れて不満か？ヒロと心臓は逃げたよ。
戻らんだろうな。あいつら逃げただと。俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や病や上で死んだ奴はいても逃げる奴など弱いのだ。お前に非はない。他に逃げたい者は。ほら落ち着け。時期暗くなる。出発はできそうか。手立ては道中で話そう。よし、よし、てめえら行くぞ。どうやって救い出せ。どうやって策を出すのはお前の役だろう。うん。砦に入る道は一つだが守りが固い。忍び込まねばならぬだろう、うん、崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何？お前は猿か？役立つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけば呪しをあげる。攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。崖に続く道を探す。のろしが上がるまで隠れておれ。おい、ジン、死ぬなよ。かけろ、トロ。飛び越えられぬか。だが鍵縄を使えばいけるはず。
砦があるな。岩場に渡った。恩に着るぞ。スゲガサ衆はどこだ。本当に歌っておる。檻は散らばっているようだな。Seguimos a la cinta. ¡Al fin! Negum Ben, you wet. Tell me, Gali. Be in bed. Musho, Dosho. No, I shall you. Hold on to the body. Hold on.